こんにちは、士族の小川銀次郎です。明治時代に東京帝国大学で、給仕諮問会ってのを作りまして、旧幕府関係者にインタビューして、給仕諮問録と題して冊子にまとめてました。この動画では、明治24年1月31日に、将軍の公使を最もよく知るであろう方たちにインタビューしましたので、その内容をかいつまんで紹介したいと思います。答えてくれたのはこちらのお二人。こんにちは、松浦信義です。故障を1年半やっておりました。こんにちは、坪内貞増です。僕は4年故障を務めまして、故障頭取になりました。そもそも故障とはどういう仕事ですか？お故障とは将軍のおそば向きのことをする役で、いわば上様のお世話係ですね。お故障は初代部ですか？故障はもちろん初代部です。保井城初代部で15位です。平野故障も3年ぐらいで初代部になりました。保井田の保井田の初代部ってのは、とっても偉い人って意味だと思ってください。例えばどんな仕事がありましたか？もみじ山の御三家とかの即体の時には、お故障が神のお刀を持ちます。お刀を持つ功によって大夫に処せられるわけです。即体ってのはこういう服装のことです。ちなみに、お立ちを持つのは僕らより位が上の C の光景です。上様の刀はどんなものでした？普通のやつです。一般的なやつ。お立ちは真のお立ちでしたけどね。で、それらを持って神に続いて並んで歩くわけです。そういう上様の道具類の管理もお故障の役目でしたか？道具によるんですけど、中期の管理は好きや坊主というものが担当してまして、中奥の道具はお子難度の奥の番ってのが管理してました。書籍でも何でも、上様があれ持ってきてって言ったら、僕らお故障がお子難度にあれなっつって、お子難度が持ってくると僕らが上様に渡すっていう。お故障もお子難度も上様のお世話係ですよね。違いは何ですか？我々お故障は中奥が仕事場で、お子難度は主に表が仕事場だと思ってもらえれば。お故障になるにあたって精子欠陥するんですか？もちろんです。どんなことを誓うんですか？将軍に関して一切口外しないってことです。将軍が何したとか何食ったとか何喋ったとか、そういう一切を漏らさないってのが原則です。それと、政治的発言は絶対するなって政治に書いてあるんですよ。まあ、駒使いだけやっとれ、みたいなね。でも、政治的発言をしたお故障がいましたよね。ペリーが来るちょっと前ですけどね、新徳院様に何か言ったんですよ。切腹覚悟だったわけですけど切腹にはならず、後に取り立てられて外国舞踊、大目付けになりましたね。おかげ駿河の神長常って言うんですけど。アメリカ対策的な話でもしたんですかね？いや、上様飲みすぎ、女も控えろと。旅館の縁故採用どうなのよ。みたいな話だったらしいですよ。将軍の秘密厳守ってことですけど、周りから上様のこと聞かれるでしょ？そのためなんでしょうね、交際範囲は制限されてました。親、兄弟、おじ、おい、妻の実家へは行けるんですが、いとこの家には行けない決まりでした。同僚の家に遊びに行っても行けないんですよ。窮屈ですね。お故障になりたくないなって思いませんでした？いや、全然です。栄誉職みたいなもんですし、それにお故障って初代部になれる最短コースですからね。しかも仕事は楽だし、お故障になるにあたって政治禁止みたいな誓いをするわけですけど、実際場を目付けになったり、能力ある奴は政治の最前線で出世しますしね。通常コースで上に行こうとしたら、勉強しないといけないし大変なんですよ。お故障は学問いらないですからね、時間が経てば出世するみたいな。上様の普段の服は常に新しいものでしたか？かつてはそうでしたが、幕末は財政難でしたからそうもいかず、汚れてたものもありました。たびたび洗濯してました。どんなものを着てました？日々先祖代々のご参詣をするんですが、その時は紋付きに袴でした。日々どちらにご参詣したんですか？それは下々の遊仏壇です。時間は午前9時頃で、紋付きの着物に上下、あるいは次上下を着てました。上下は普通、下の方は裾が縫ってありますが、将軍家のは古い形ので、切り離しです。袴は正午、あるいは東山です。裏は茶丸です。代々の運気日などは朝上下です。東山は渡り物ですか？渡り物ですが、そう古くもないです。ぶっさき羽織は綾月小紋の木綿、後に黒の木綿と決まりました。丸羽織も木綿でして、裏が怪奇や何かでした。お故障は絹は着ました？いや、着たことないです。木綿と決まってました。上様、案外地味な服装ですね。まあ、下々が着てるような洒落た服は持ってなかったですね。黒っぽいやつばっかりです。上着はちりめん、下着が八丈って決まりがあって、前例に従うってことで、あれが着たいとかこんな服作ってくれとか、上様言えないんですよ。上様より大名の方が派手だったんじゃないですか？そうかもしれないですね。米中では地味にしてますけど、家帰ったらそれなりの格好してたみたいですよ。で、着下がりって言って、お月の人にあげちゃうっていう。将軍家で着下がりはありました？ありましたよ。何度払いって言うんですが、歳末になると着下がりやその他のものを組み合わせて、くじ引きでもらえるんですよ。その他のものというと例えば？
和紙と束とか、かやとか、中奥勤めのものがもらえるんですけど、お故障にお子なんとに奥へに主者に行って、結構な大人数なんですよ。で、平等にってことでですね、この着物は何両、この品は何両って価値を算出して、同じ金額になる組み合わせにしてたんですよ。つっても、実際の世間の相場とは全然関係なくて、品物を管理しているものが適当に金額決めてたんですけどね。上様の寝巻きはどんなでした？下地元大して変わんないですよ。無地で、表はちりめんです。布団は水あさぎみたいな縮めんで、裏はネズミ羽蓋です。厚いの、薄いのたくさん作っておいて、暑ければ1枚、寒ければ何枚もかけるって感じです。大奥に行くときはどんな感じでしたか？奥と表の境に定口がありまして、鈴の口とかを鈴口って言うんですけど、そこで男の係から女の係へ完全バトンタッチです。刀とか持ち物も女の係に渡します。鈴の口まで行く男の係は年配者で、僕ら若かったんで行ったことなかったです。お鈴口は毎日錠がかかってるんですか？夜分は閉めたと思いますが、昼は開けっぱなしだったみたいです。どうで囲ってるっていうのはお鈴口ですか？それは女ばかりの大奥と男ばかりの中奥との間に建てられた塀のようなもので、板塀を銅で包んでました。老中や若年寄りは大奥に行けましたか？いえ、中奥までです。と言ってもむやみに中奥へは来れないですよ。以前はお蕎麦衆って係があって、旗本で一番の高官なんですけど、老中が拝謁したいといえばお蕎麦衆の中の御用を取り継ぎって係の者が取り継いで、御座の間で会ってました。上様が大奥へ行くのは何時頃ですか？朝5時半です。大奥の仏壇に毎朝参拝に行くんですね。で、終わればすぐに中奥に戻ってきて、一日の3分の2は中奥で過ごしてましたね。もっと大奥行けばいいのにって僕ら思ってましたけど。中奥はどれくらいの広さですか？ご休息という間があって一段高くなってるんですけど、そこが100畳くらいですかね。御座の間はその先にありまして、御座の間、ご休息、お小座敷、御用の間の夜間切りでした。上様は普段どの部屋にいるんですか？特に決まってないです。御所はご休息と呼ばれる部屋です。お小僧は何人いたんですか？全部で30人ぐらいですね。そのうち20人が出勤して、10人が紙のお付きをしてました。宿直もあったんですよね。ありました。24時間勤務で、午前11時に交代して帰ります。宿直の時には布団敷いて寝るんですか？寝ます。でも、不審番もいましたよ。不審番は2時間交代で、お子なんとにも不審番がいました。あと、お坊主って呼ばれる人らが、何人かわかりませんけど、結構な大人数で不審番やってました。寝る時の藪は上様と同じってわけじゃないですよね。僕らの藪は自前です。自宅から持ってきて置いておいて、汚れたら持ち帰って取り替えてました。上様の食事は誰が作ってたんですか？お子難度の中の御前番という係のものです。毎日3名ぐらいいましたね。どんな料理でした？お故障になる前は上様、ご馳走食ってんだろうなって思ってたんですけど、実際は粗末というかなんというか。上様、あれ食べたいこれ作れみたいな注文はしないんですよ。毎日似たり寄ったりでしたね。上様の起床は何時ですか？6時くらいです。朝食は5つ時です。昼食は正午なんですけど、仕事が忙しくて3時過ぎなんてこともありました。夕食は一文字頃です。ご酒はどうでした？必ず午前にご酒をつけるという決まりはなかったです。ご飯だけの日が多かったですね。まあ一人で飲んでもつまんないでしょうしね。お月の人に、まあ飲め飲めみたいなことはたまにありました。一人か二人が杯を頂戴して、残りの胡椒は見てるだけみたいな。ご飯は普通のかしりですか？いえ、ご飯は蒸し飯です。米をザルに取ってですね、沸騰する湯の中に入れて煮上げまして、さらにそれを釜で蒸すんです。味わいたって淡白で、カレーを湯でふかしたみたいな感じですかね。給仕をするのはお子難度ですか？そうです。基本お胡椒は座って見てるだけなんですが、ご飯の盛り替えはお胡椒と踊りがやってました。初版ではお胡椒は30歳までと聞きましたが、幕府ではどうでしたか？下は17歳からで、上は年齢制限はありませんでした。老体のお胡椒もいましたよ。胡椒頭取というのはお胡椒の管理者みたいな腰ですか？頭取なんて言うと偉そうに思われがちですけど、そういう厳密なものではなくて、ちょっと他の子より先輩なんでわかんないことがあったら聞いてねっていう、その程度のものです。上様のお漆は毎日あげてましたか？毎日でした。お漆をあげるのは誰の仕事でしたか？胡椒もお子なんともやってました。上手な奴がいたんですよ。入浴は毎日でしたか？毎日ではなかったと思います。でも入りたければ毎日でも入れます。風呂はどこにあるんですか？中奥にありました。大奥は御台様の、中奥は上様の住居ですから、上様関係は全部中奥で解決します。ご飯も中奥で食べるのが通常です。たまに大奥で食べますけど、中奥から料理を持っていきますから。
中奥の料理まずかったって多くの女中さんが言ってました。そのインタビュー動画は概要欄から飛べますのでぜひご覧ください。料理の器物はどんなものでした？粗末なものでしたよ。そこらに普通に売ってそうな。普段使ってる碗は外側が黒くて内側が赤いやつで、ご精進美は内外黒いやつです。料理はどんなものか？前には、ひらに汁にこうのものに、あと魚くらいのものでした。鯛を焼いたものが出てましたね。でも、あまりごちそうという感じではないですけどね。上様のリクエスト的メニューなんかは？ないです。鴨が出たことがありますけど、これも別に上様が希望したわけでもないですし。質素な食生活だったんですかね？質素だと思いますよ。あ、そうそう、湯豆腐もたまに出ましたね。あと、菜の浸し物とか梅干しとか。食材はどこから調達したんですか？日本橋の魚商が毎日持ってくるんですよ。幕府が土地を賃料なしで貸してまして、その代わり毎日魚を納めるということで、不漁の時は大変だって言ってましたけどね。魚はいくらぐらいで買ってたんですか？カツオ1本300文とかでしたけど、通常よりはかなりお安かったみたいですね。お城ごってイベントありましたよね。あれはどこでやってたんですか？表の黒書院です。上様は上段に座って下段で行われる対局を見るという。普通上様に会うときって、顔見ちゃいけないってことでひれ伏すでしょ。距離もかなり離れてると思うんですけど。ですね。通常の一見みたいに離れてたら対局見えないですからね。お城5が一番上様に接近するイベントじゃないですかね。ご遊戦はどうですか？あれは単なる遊びですか？そうです。単なる船遊びです。奥女中も参加するんですよね。してました。で、僕らもおともしたんですけど、こっから先は奥エリアみたいになってて男は近づけないっていう。あれじゃないですか？上様、中奥より大奥に住んだ方が良かったんじゃないですか？そんなことないですよ。大奥にはお年寄りとか呼ばれるややこしい人がいて、後日がうんぬん言うんですよ。大奥、規律厳しいんです。中奥の方が上様、絶対楽ですって。中奥で何か娯楽ってありました？これと言ってないですね。上様、遊ぶ暇はなかったと思いますよ。昼寝の時間とか？神が昼寝って聞いたことないですね。まじない方はどうでしたか？宮様が病で倒れた時、やたらまじないやるんで医者が困ってたって聞いたことあるんですけど。中奥ではそういうのないですね。大奥ではやってたかもしれないですけど。京都から女房報書が届いた時はどんな感じでした？報書を拝読する前の晩から、お清と言いまして、上様も我々スタッフも決裁します。具体的には、まず沐浴をし、衣服を着替え、魚肉の類は食さず、女性は退けます。また、料理に用いる鍋釜から茶碗に至るまで、器具は全て別のものと取り替えます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねなどしていただけると、それがし、嬉しいでござる。